始まりましたみんなの那須ポータルチャンネル12月第2週でございます。はい、 MC は鴨雄三でございます。よろしくお願いします。そしてカオリンです。こんばんは。今夜もよろしくお願いします。いやはい、そして今日ははい、お久しぶりです。ミュウミュウです。イエーイ。はい、そんなわけでですね、僕はもう変なテンションでございます。変なテンションもう3日間 ね朝5時起きです。5時、うん、5時起きで、なんで5時、なんで5時、うん、今日も渋谷で5時ですよ。これ分かる人はあんまりない、ね、分かる人、年バレちゃうね。そう、昨日はね、実はポータルチャンネル、そしてアドタウンの皆さんにご協力いただきまして、とある映画のエキストラに参加していただいたんですね、うん、で僕なんかいつの間にか なんだかよく分かんない流れでその映画制作のスタッフに入っておりましてで蓋を開けてみればですね、グループラインっていうのがあるんですよ。そのスタッフのグループラインと俳優のグループラインがあって、でスタッフのグループラインの中にこう車はの乗る人は割とかのところに、なぜか僕運転手で田代入ってるんですよ。で朝僕の出発6時20分とかでもそんな早いんですか。そうなんですよ。これね、まあこのせいつだ、先月か、うん、ゲストでね来ていただいた篠原哲夫監督が那須で撮影しますって言ってましたけれども、いよいよ実は今撮影中でございまして、明日まででとりあえず那須のロケが終わります。でその間ですね、僕仕事を1日だけ休ませてもらって、でそのロケに参加させていただいたんですけど、朝5時起きじゃないと6時20分とかの出発に間に合わないということで、3日目です今日で。3日目、いろんなとこ行ったんですか、あれってロケって。そうですね、まあ、まだね映画公開前なんで場所は言えないんですが、とある農家さん使って初日はやりまして、で昨日は、まあ、那須塩原市のとある建物を使いまして、で今日はまあ、ちょっと那須と言いながらちょっと離れた場所のちょっと変わった本屋さんをロケ地にしましてですね、今日に関しては僕普通に仕事してるんですよ、普通に仕事してるんですよ。でもともと僕入ってなかったはずなんですよ、そのシャワリにね、歯医者のとこに入ってないのに、申し訳ないんだけど車足んないから明日早朝だけ頼めないかなっていう話になってちょっと待って俺その後仕事なんだよなと思いながら、まあでもね、分かりましたっつって、もうめっちゃスタッフもうだから3日が僕朝焼け見てますからね、日の出からずっと。もう昨日も現場でね、はい、田代くんとか呼ばれてましたね普通に呼ばれるっていう、呼ばれるっつうね、うん、すごい。でもチームワークだなと思いましたね、まあ、うん、でもそう本当思いますよね。皆さんね昨日現場に来ていただいたので、僕も映画の撮影なんてあんな近くで見るの初めてだったんですけど、まあね、聞けばやっぱりその制作でも制作という班があって、でそこの中でもカメラマン、音声、それからなんだ美術、うん、メイクさん、メイクさん、ね、それぞれが違う会社が集まってああいう映画ができるので、やっぱりねお金がかかるのは分かるなと思いますよ。まあでも面白かったです、見たことないカメラも見れたし、スタートってカチンね、カチンコっていう ね、はい、助監督がやるんですけど ね、なんか空気が張り詰めるというか、あれもね裏話言うとね、助監督の若い子がね、もうカチンコの叩き方からみんなに散々言われてでなんならカチンコの持ち方、持ち方って叩く持ち方じゃなくて、普段どこにしまうかみたいな話もずっと監督だとか、そう制作の方とか、みんなにこうやってここに入れんだよ、ここに入れんだよとか、落としたらお前みんなにぶん殴られるかなとか言いながらやってて、もう面白かったですよ。その裏もだもんね、追っかけてたから。そう、僕がどちらかってその裏側をどういう風に制作してるのかっていうのを撮らせてもらって、まあどういう形にしようかって思ってるんですけど、多分僕がナレーション入れながら説明していくような動画を後で作ろうかなと思ってて、まあ、それも後でプロモーションに、ね、公開決まったらプロモーション用に使う予定なので、皆さん楽しみにしててください。明日はあの人もあんなシーンで、あんなセリフがある、ね、明日までシーン撮影があるんですよ、これね、まあね、まあ、エキストラでいろんな人がここで見てる顔がですね、その映画には出ておりますので、皆さん楽しみにしててください
もう本当ちょっと楽しみね、うん、楽しみちょっとね社長はねあらかじめ言うと残念ながらね、うん、忙しく参加できなかったんですが僕が後で編集でこう上の方に丸でこう入れときますから月かなんかに顔入れてはい、まあ、そんなねちょっと忙しい12月を迎えておりますが、はい、昨日なんかねあの今年最後の満月だったんですよね、うん、見た見たそうそう、うん、見ましたすごいね、うん、コールドムーンって言うんですよね知ってます、うん、寒いからそうあのね、うん、そうだから寒いからだと思ったんです僕も、うんうんうん、でもねなんかアメリカの原住民がもともと毎月年に12回満月があるわけじゃないですか、うんうん、でそうするとその月に名前をつけてるらしいんですよ、うん、それの12月がコールドムーン、かっこいいそうそう、うん、でもそういえばそう、うん、まん丸っていうか、うん、ね綺麗だった綺麗だったんですよ、ね、でね朝早起きすると三文の徳っていうじゃないですか、うんうん、あのお見せできないんですが、うん、あの昨日の朝早朝、うんすごい完璧な虹が出まして、早朝そう、だ早朝だからホテルからその撮影ロケ現場に向かう途中でものすごい虹を見て、うん、でもう行かなきゃいけないのに戻りましょうって言って、うん、戻ってみんなで虹撮影始まってでこれ絶対遅れるわと思いながら、うん、それで遅れてきましたけどね、それ本当早起きさんも本当、ね、あれはすごい綺麗でした。皆さんも早起きしてはいかがでしょうか、5時起きで暗いでしょ、暗いです暗いです、もう朝焼けが昇ってくるのを見てる感じですね、すごいね、はい、あそうね、そして情報が今日はそう今日のね時間割をあの今あのよ家ということでですね時間、今10分間ねフリートークの時間いただきまして、この後動画なしでいくのよねね、今日はなしにしました。あ、なしなんだ。僕の独断と偏見で、うん、今日は動画一本にします、はい、でこの後はですね、またちょっと入れ替えをしましてですね、またちょっと特別な情報を皆さんにご紹介するのに、30分ぐらいまでですか、はい、でその後動画一本、動画これもいかない、ね、いかない、あ今日もう全部カットできます、お、はい、今日も動画なしで、ね、動画なし、はい、そして今日の特別ゲストがね、はい、登場となりますので、今日もう動画見せないみんなに、うん、もう今日はフリートークでずっといきますからね、ノーカット、そうそうノーカットでいきます、ノーカットで、そう裏側全部見せます、うん、僕のお腹も見せますはい、まあ、そんなわけでね、あのアドタウン情報が、うん、はいあるということで、はい、じゃあカオリンからはいお願いします。あのアドタウンもね1月、うん、あの先週に引き続きそのアドタウン、1月2月号17周年記念号なんですが、あのいよいよもう来週がデータ、来週の15日がデータ入稿になります。で、あの今回の目玉というかあの特集がラーメン特集、まあ最強のラーメンということで、まあ連日あの和田くんとちゃんとあの私と、まあちょっと あちこちねラーメン屋さんに回って、はい、あの体張ってあのラーメン、あいいですよ、体張った方がいいですよ、それこそ取材ですよ、あの体張ってねあのラーメン屋さんにお邪魔してます、はい、はい、おいしそう、ね、これ、ね、これはでもあれですよね、あのこれイメージ、まだこれはねイメージですね、こういう感じですよって企画で、ね、はい、そうなんです。いやもうさ、うん、ここのところ寒くなってきたじゃないですか。熱いラーメンがね。食べたいね。食べたいですよね。何派？味噌、醤油、塩。ね、それを聞こうと思ってたんですよ。香りに何派ですか？あのね、いろいろなんです。あ、だからあのずるいな。そうでね。あ、でもそういう立場か。そうなの。そうか。そうなの。あのね、お醤油も大好きだし、はい、味噌も大好きだし、お塩も大好きだし、あと今本当にラーメンって、あの進化していて。いろんなラーメンがあるんですよ、はい、であの私がね、まあ、今日もラーメン、明日もラーメン、うん、一昨日もラーメンっていうラーメン日々 の、うん、あの毎日送ってるんですけど、はい、あの麺屋高さんっていう、はいはい、あの有名ですね、はい、でそこのまたちょっと、うん、これ食べたい、これ何だと思いますかって、何だと思いますか、塩とバターチャーシュー、また味噌ラーメン、そう雪味噌ラーメン、雪味噌ラーメン、あの味噌ラーメンなんですけど、ベースが、うん、でもあの粉チーズだって、チーズが入ってね、それがなんか雪のようにみたいな感じで、
あとバターが入っていて、本当にね、あのね、ポタージュスープのようなスープなんですよ。ご飯食べたくなっちゃう。そう。で、最後にご飯入れたら美味しそう。ご飯もそう、ご飯も、ね、あの、あれなんだけど、で、麺がいろいろ選べて、もちもち麺がすごくぴったりで入ってるんで、あのね、ほうれん草がドバッと入ってるんです。緑のほうれん草ですかね。なんとね、もやしが別添えなんですよ、ね、あのお椀にあるのもそうです ね、 あのね、これね、あのスープはもちろん、まあ、濃厚で、濃厚なんだけどあっさりしていて、全部飲み干せるぐらいの美味しさなんですけど、ただ食べてると口の中がね、やっぱりこうちょっともったりしてくるので、うん、で合間にお口直しにね、もやしを食べる。でも別盛りなんだ。さっぱりで、あの塩コショウだけの味で、なんかまたこう 口がねこうなったらもやしを食べて、お口直しをして。なるほど、もやしも味付けはしてあるんですね。してあります、塩コショウで。塩コショウで。そう。またこれがめちゃめちゃ美味しくて。新しい。そうなんですよ。そうで、なんかね、あの本当に体にいいなっていうか。先週もね、あの、うん、坂上さんとのカレーがめちゃめちゃ体にいい。まあ美味しかったです ね、 ね、今ね、やっぱりね、こういったラーメンも、うん、なんかこう体にいいもの、健康志向っていうか、そんな感じで、なんかあのいろんなところね、美味しいラーメンが、あの、なるほど、はい、出てます。楽しみ。僕、麺屋高って結構こってりのイメージあるんですけど、聞いたことない。これ違うんですね。じゃあ、いろいろあるんですよ、はいはい、もちろんめちゃめちゃこってりのもあるし、ね、もうこんなもやし、こんなのもありますよね、メニュー確かね、うん、あのね、あの豆乳、豆乳つけ麺とか、ベジタリアンのとか、あとあっさりの本当に煮干しの、本当に出汁がめちゃめちゃすごい出汁が効いてるなっていう、あっさりのお醤油ラーメンもあったりとか。そういうのもあるんですね。そうなんですよ。なるほど。私味噌派。いや、味噌派。僕はやっぱり醤油なんですね。醤油でも、なんて言うんだろう、ちょっと透き通ったような醤油、濃いめの真っ黒のもいいんですけど、ちょっと透き通ったような醤油、あの黒磯のとある昔からあるあのラーメン屋の味がやっぱりもう身についちゃってるっていうかね、味にね。分かった。あの黒磯駅の近くのね、はい、地元の人間からするとあそこはね、昔から同じ味がずっと楽しめるんで。そういうのあるよね。ありますよね。ここのここっていうのはね。そうそうそう。この店行ったらこれっていうのがね。うん、まあ、ね、食べたい。ぜひ、あのよかったら、あの情報もらってもいいですよね。そう、このラーメン屋さんどうみたいな。そうそうそう、ね、そうそうそう。私の推しここみたいなね。うん、ぜひぜひ今からでも送ってもらって。うん、まあ今回の特集間に合わなければ次回でもね。次回とかで、うん、こういうラーメン屋さんがあるっていうのね、皆さんから情報いただければと思います。はい。これじゃあ今追い込み中ですね。追い込み中です、はい、もうね、はい、リミットっていうかね、うん、そうですね、来週のもう木曜日がデータ入稿になります。あ、なるほど。最後の追い込みっていうことで頑張ってます、うん、ね、はい、楽しみです、ね、楽しみですね、新刊が。それが終わらないとクリスマスが来ない。そうなんですよね。アドタウンの場合はね、1月じゃなくね、12月に発刊ですからね。そうなんですよね、はい、皆さん楽しみにしててください。はい、他は情報はアドタウンではそれだけ、ね、そんなもん。とりあえず最後の追い込みで、はい、まあ、ラーメン特集とかやってるから、はい、まあね、あれだったりっていうか、そうですね、はい、うん、お、誰かこんばんはって言ってきてくれ。こんばんは、ジャミナさん。ジャミナさん、ジャミナ、はい、こんばんは。こんばんは。ジャミナの好きなラーメン教えてください。何かな、味噌、塩、はい、醤油、どれ、ね、おすすめのラーメン屋さんでもいいですよ。ね、ね、ジャミナおしゃれなとこ出してきそうじゃない。ジャミナも知ってそうだ ね、 ね、うん、美味しいものいっぱい知ってる。なんかポタージュラーメンとかね。ラーメン食べたい。はい、まあ、そんなわけで、はい、この番組中もね、ぜひ皆さんのね、ラーメン情報お待ちしておりますからね。お、テズさん、味噌派。味噌、あ、味噌派。家系来た。私は家系。あ、若いね。あ、若いね。若いね。家系食べれるって若いね。だね。だから家系とか、うん、なんだっけ、浜系。違うな。あーと、なんだっけ、なんだっけ、二郎系とか。二郎、うん、ね、じゃん、その違いがよくわかんないんだよね。おじちゃんに、わかんない、おじちゃんにわかんない、わかんない。ぜひ皆さんのラーメン情報も番組中ずっとお待ちしておりますので、後でね、アドタウンさんがまとめて、はい、記事にしてくれますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあそんなわけで、はい、ここまでとりあえずフリートークということでね。大丈夫ですか、アドタウン情報大丈夫ですか。大丈夫です。はい、そんなわけで、ここカオリンだけ入れ替わります。はい、カオリン、ありがとうございました。さあ、次のゲストは
なんか変わった格好の方が来てくれてるようなので期待通りに鈴を鳴らしながら来るかなと思うんですが、はい、ね、どうなんですか ね鈴を鳴らしながら準備不足だよ落ち着いちゃってたから鈴の音は聞こえない なあら鳴らしながらやってくる。あれ聞こえるかな、聞こえるかな、聞こえるかな、来た来た来た、なんか違うなあ、すげえ透き通ってるこれ黄色はい、来ていただきました。2度目ましてですよね。はい、安井翔太さん。はい、安井翔太と申します。はい、来ていただきました。では何ですか、プレゼント持ってきてくれた。はい、そうですね、後で後でかよ、後でかよ、はい、すいません、お願いします。そんなわけで今日やあの安井さんに来ていただいた理由があるんですよね。はい、もう早速これあれかな、出した方がいいかな、情報。はい、お願いします。ドンドン、これあ、まずこのね、うん、スマイルハウスの話から聞きますか。あ、はい、そうですね、はい、はいはい、安井さん、あのスマイルハウスの方なんですか。そうです。はい、じゃあそんなわけでスマイルハウスのね説明ちょっとねお願いします。はい、スマイルハウスはあの子どもの居場所ということで、まあ、平日に、はい、週3回、子ども食堂の方をやらせていただいたんですけれども、はい、この度月に1回、毎週第3土曜日の17時から20時に、うん、誰でも来れるよ、うん、子ども食堂ということで、はい、またオープンしようと思います。はい、あれコロナ内ではやってなかったってこと。やってませんでしたね。やってなかったんだね。はい、今までずっとできてない。じゃあ月1回でまた再開ということで、はい、はい、子供だけじゃなくて、はい、あの誰どなたでもってなんだよね、はい、あれいつから再開したの。なんか両子丸ね、うちのね、あの丸々ね、あの子供食堂のメニュー上げてくれたりしてましたけどね。大人気だよ両子丸ね。ね、いつから再開したんですか。まあ今年、まあ8月ちょっと夏もあれでしたけど、まあそうですね、緊急事態宣言中は弁当対応だったけど弁当開けぐらいからですかね。たびたびなったのでその都度、はい、ということで感染対策取りながら今完全に第3土曜日の開催ということで、はい、の開催、はい、どこでやってますか。栃木ボランティアネットワーク県北事務所ということで、まあ、住吉町、はい、住所は書いてます。大田原市、はい、住吉町県北福祉センターの裏手一軒家だよね、はいはい、そこでやってます。フードバンクの旗がパタパタってしてるところなので、はい、どんなとこかなって覗きにね来てもらうと、はい、ぜひ。そうするとサンタの格好して安井さんがいますからねずっとサンタだからね。ずっと12月はずっとサンタでいるそうなんで約束しましたからねここでね。そうそうそう明日もサンタだもんね。そうですね、はいはい、もうずっとサンタでいようと思う、はいはい、でまあね、本当はこのサンタの格好している理由が実はあるんですよね、はい、それがこちらドン来ました。はい、恒例になってきましたね。あ、すみません、はいはい、ぜひ紹介お願いします。はい、第2回目なんですけど、県、はい、県北クリスマスウォークというものを、12月24日の、午前中ですね、9時から、まあ、13時に開催したいと思います。いや今年も、はい、開催ということで、ありがとうございます。はい、これ、ね、去年もね、やりましたけどね、はい、去年もやりました。去年は25日のクリスマスで、ね、そうですね、まあ、クリスマスを狙って、狙ってじゃないんですけど、はい、でちょうどその1週間前は宇都宮で大きく、サンタデランっていう授業があって、はいはい、でその後に事後イベントとして今度県北は県北で、あ、なるほどね、独自のスタンスでやる、この連動性は持っているんだけ ど、 なるほど、この翔ちゃんが実行委員長として頑張ってるよっていう。これさ、ほら、12月だから、宇都宮はサンタでランになってるけど、もうまさにクリスマスやっててるからね、クリスマスって言葉使っていいわけですよね、これね。そうなんですよ、そこですよね、はい、はい、また本当にあれなんか固まった映画固まった、固まった、あ、大丈夫です、復帰しましたね。いっぱい来てるからじゃないか、暑くてすいませんねいやでも本当、はいはい、今回もあのパレードっていうか、去年はあの、まあ、70、まあ、100名ぐらいかな、ボランティアさん合わせて100名ぐらいでしたけど、今回はもっとあの、ね、参加者が増えればいいかなと思っておりますし、街頭募金もあの同時に、とことこ大田原と東部大田原で、あのさせていただきたいと思っております、はい、そう、せっかくチラシ持ってきてもらったのにね、はい、俺もこの内容見たいなと思ってコースがあるんですよね、この3、あのクリスマスウォークのコース、どっからスタートなんですか今回これ。
今回は、あ、これみんなには出てるからね、はいはい、成田山の方ですね、はい、成田山返上院、返上院どこなんですか、はい、これこれは大田原市役所の、あ、はい、なんだっけ、あのマルシェやってるとこ、また別に、そうです、そうです、マルシェやってるとこですね、うんうんうん、ね、はい、あ、うん、あそこからスタート、はい、でそこで、まあ、はい、集まって、東武大田原の方まで、はい、サンタの格好をした、はい、はい、ゾロゾロと、ゾロゾロとサンタの格好で、はい、こういう感じで、はい、鈴鳴らしてね、はい、なんかこっちへね、シャン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 ってね、あ、カンカン、もう今のいただきました、すみません、こうがいいんじゃないもうこの間の ね3日もこの格好でゴミ拾いをしたんだけど、翔、はい、ちゃんこれ持ってるから、はい、あのシャン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 するわけなるほどね、ぶら下げてるだけでもね、遠くからね、もうサンタがいっぱい歩いてるから写真撮ってる人とかいてね、そうですね、まあ、いいよね、あったかくなりましたって言われました、はい、ね、会った人会った人にプレゼントちょうだいっていう、はい、いっぱいゴミ持ってるね用意してかないですよね、でっかい袋でね、で東武大田原から、はい、はい、オーカンボールを曲がります、はい、曲が、はい、あ、曲がる場所なのこれね、はい、でトコトコ大田原行くということ、はいはい、そこまでの何キロ、あ、5キロ、だいたい5キロぐらいですね、だいたい5キロなんだこれ、はい、へー、これを12月の24日朝9時から1時までの間ですね、はい、はい、行うということ、はい、これ何ですか、街頭募金とかもなんかやるようになってますけど、そうですね、街頭募金も、はい、うん、あの同じ時間帯ぐらいに、はいはい、大体10時から11時半ぐらいまでは、うん、はい、やりたいと思います、あのサンタがあのいっぱい通って、うん、でそこでちょっと街頭募金を盛り上げたりとか、うん、そういうふうなことをやりたいなと思っています、はいはい、これだから、あのこのクリスマスウォークの目的があるんですよね、そうです ね、はい、はい、でしょう、もちろんその子供のただ歩くわけじゃないね、ただクリスマスあのサンタの格好して歩くわけじゃない、コスプレしたいわけじゃない、そうですね、意味あるんだよ、もちろんあのここにも書いてある通り、あの子供の貧困をなくそうっていう、はい、社会的、ね、経済的に困っている世帯や、はい、その子供たちを支えて応援したいという思いを広く伝えるためのチャリティーイベントになっております、はい、完全にチラシを読みました安井さん全部チラシ読みました今ね、このすごいところは自分たちで活動資金を集めて、ね、自分たちで解決する人たちがやってるってところなんですね、素晴らしい、ね、はい、しかも楽しみながら、はい、ね、そうだよね、はい、楽しいですよね、あのほらスキー場とかではよくあるじゃないですか、サンタの格好してみんなでスキーとかね、そうだけどね、このウォーク、はい、ね、まあ、クリスマスにぶち当てるっていうのが素晴らしいですよね、みんな避けますからね、そうだねこの時してのあのバイクに乗ってるピザ運んでる人か、うん、しょうちゃんかだからね、じゃ あ、 あのバイクの人も止めてね、うん、一緒に歩こうよって、そうですね、それも、はい、ぜひぜひ、ピザ食っちゃうぜみたいな、明日もやるんだよね、明日はどこで街頭募金やんだっけ、はい、明日はあの那須 アウトレットモールの方で、はいはい、街頭募金の方をさせていただきたいと思っております、はい、ぜひ明日アウトレットに行く方はですね、あのサンタの格好してる人探してください、街頭募金やってます、明日はあのボランティアって人生初めてなんですっていう中学生が20人ぐらい来てくれるので、なそもそもボランティアってどういうことなのかとか、うん、このやってみて自分はどういうことを感じたかとか、うん、学びにつながるように翔ちゃんがプログラムね考えてくれてるから、はい、うん、お、ジャンミナが遠くなら24は仕事なんで様子は見れるかなっていう、ね、あ、じゃあジャンミナを探しに東部に行こう、はい、ジャンですね、かっこいい服でジャンミナが現れる、本当だ ね、 ね、ま、だ、お、なんか来た、今日のカオリンはニットとスカートでシンプルコーデですね、うん、あ、山崎真由美さん、カオリン の、 あのファッションチェックとカオリン の、 の、ね、いつも大好きな真由美さんですもんね、ちょっと魚を捕まえに行っていい、あ、そうか、あ、ごめんなさい、申し訳ない、こんな企画があるの、魚を捕まえに行くの、あの突然思い出したというね、そう安井さん、本当ね、翔ちゃんのキャラいいんですよね、いいですよね、もっとあのどういう風に登場してくるかな、生きのいい魚なのか、緑がね透けるんですよこれそのまんまか、緑が透けるんですよ、透けちゃってますからね、はい、じゃあこちらだ、はいはい、じゃあ僕持ちますか1個ね、すいません、はいはい、あ、生きてる生きてるさあ翔ちゃんどう絡むこれにさあ何ですか、はい、どうしよう、はい、これ何なんですか、これはですね、あ、そうですね、はい、はい、これはあのちょっとあの鮭募金と言いまして、はい、鮭ってなんかまた戻ってくるよねっていうことから生まれた募金箱になっておりまして、はい、実はこうにねなっててペットボトルに穴が開けてあります、募金ができるような形になってますね、はいはい、はい、この募金箱を、うん、
どんどん回していただきたいと思ってて、はい、これを例えば誰か、はい、そうですそうです、ね、今はちょっと小さい鮭なんですけれども、はいはい、こちら、ね、はい、はい、信頼できる人に回してくださいということで、はいはい、どんどんこの鮭募金というものを、うん、成長させて大きく皆さんの手で育てていただきたいなと、うん、はい、思っておりまして、はい、はい、でなんとこれ面白いですね、この鮭募金というのは、うん、困ってたら、うん、使っていいよっていうそれが面白いね。そうだね、今もう3日ぐらいご飯食べてないんだっつったら、じゃあこっから、はい、おにぎり買わせてくださいってね、うん、はい、はい、なかなか聞いたことない募金だよね、減ってくるのもね、うん、だけどそれが必ずいっぱいになって戻ってくるって、うん、なんか社会って意外と捨てたもんじゃないなって。これ実際にもうやったことはあるの？これは去年からやってる。去年からやってる、はい、去年もじゃあ、うん、今年も一匹大田原神社さんの方に、うん、はい、放流させていただきまして、放流してこれは2匹目と、うん、はい、3匹目、3匹目に、あ、そうなんだ、なります。アウトレットももうだいぶ前から1匹泳いで、あ、そうなんだ、はい、すごい宇都宮もこれいっぱい泳いでて、へえ、すごいです、はい、すごい面白いこれね。だからお金もちゃんとね、あんまりかけないで作ってるよね。そうだね、こういうのはね、ペットボトル、そう、でもこれでね、しっかり戻ってくるという、成長して、はい、戻って成長して戻ってくる、欲しいなと、はい、はい、戻ってきたらまたここでいくらだったよって、ね、そうね、はい、結果報告だけしに、うん、はい、来ていただいて、うん、こんなに成長しましたっつってね、うん、いやでも面白い試みですね、うん、はい、うん、これ他でももともとやってた、星の家の木村さんっていう人が企画会議の時に、うん、面白いこと考えたんだけどさ、鮭募金って言った一人の発案から始まり、そう、初めて鮭募金っていう名前じゃなかったんだけど、うん、なんか鮭面白いねって、戻ってくるねって言って鮭になった。3代目鮭ブラザーズいい名前ですね。いいね、いいじゃん、そういう名前つけてたらいいんだよね。なるほど、あ、そうですね、さすがです、ね、じゃあ見ろ、面白いな、お兄ちゃん鮭とかさ、あ、そうですね、はい、この色は何鮭とかさ、そうですね、僕はオーナーさんを募りたいと思ってて、この鮭のオーナーになってもらって、鮭、はい、のオーナー、そう、ここにスポンサー名が載る、そうそう、スポンサー名が載るように、あ、はい、あ、面白い、すればいいんじゃない、いいんじゃない、でもさ、そのスポンサーが責任持ってくれるといいよね、逆にね、そうだね、何かあればそのスポンサーのとこ戻ってきて、またスポンサーが信頼できる人に放流していくっていう ね、 ありだね、回し方するのも ね、 そうですね、一応ね、ここには12月29日に持っていた人はスマイルハウスに持ってくるか、電話番号に連絡くださいって書いてあるんですよね、ここにね、そうそうそう、だから29日までこれはどこかを放流していくわけですね、これそうですね、どこかに、はい、はい、バトンみたいにみんなにこう渡っていくっていうのが素敵だね。だから例えば僕がここに500円とか入れて、はい、で安井さんって言って、はい、安井さん信頼できるか分かんないけど、はい、安井さんって言って、はい、で安井さんは信頼できる人で、あ、俺もじゃあ500円とかって言って、あ、そうですそうです、ね、回っていく、はい、でみんみんがお腹空いたっつって、はい、そこからおにぎりを買っちゃうっていうね、はい、そしたらここにメモが入ってるんでしょうね、使いましたよっっで領収書とかね私が買いました使いましたみたいなね面白いですね、うん、これちなみに去年やった時はどのぐらい集まったんですか、はい、これとそれぞれ今一番近いところで宇都宮の中回ってて、うん、2万8000回って入って戻ってきましたとか言ってたから、すげー、もういろんなの鮭が泳いでるので、うん、早く帰ってきたり、うん、まだアウトレットみたいにずっと明日まで泳がしてたりするので、うんうんうん、明日いくら入ってんのかな、楽しみですね、へ、じゃあこの活動はまあもうね、放流して動いてると、はい、で、これどうなの、クリスマスウォークの時にもこれはいる可能性があるの、いないの、どっか泳いでるの、泳いでるかも、ね、その時は持ってる人が持ってきてほしいです ね、 この時は該当機はまた別に箱とかでやるってことね、はい、そうですね、はい、なるほど、ぜひこれちょっと皆さん巡り合ったらですね、ぜひ気持ち入れてね、そうそう、そうですね、信頼されてるってことですかね、これ回ってくるってことはね、逆に言うと皆さん私は信頼されてるんだってね、安心してもらっていいですかね、これぜひぜひ皆さんのところに来たらご協力よろしくお願いします、はい、はい、お願いします、で、じゃあ最後にですね、クリスマスウォークの呼びかけしましょう、これ、はい、はい、これまだまだあれですよね、参加者募集してるんですよね、まだまだ募集しております、はい、はい、
12月の24日、はい、開催ということで、これチラシに後ろに実は申し込み用紙あるけど、あ、申し込み用紙あります。これネットとかでも申し込めんですか？あ、もちろんネットでも申し込めますし、はい、あの栃木ボランティアネットワーク、うん、のホームページの中、ね、ホームページの中でも、はい、電話でも、はい、お電話でも。わかりました。じゃあこれ、はい、あのちょっと今ね下には概要欄にないですけれども、あの後でね、あの概要欄にも栃木ボランティアネットワーク の、うん、あの URL 貼っておきますので、24日に間に合うようにぜひ皆さんも参加していただければ。今さ、この衣装って割とね、ドンキとかで安く売ってるんですよね。そうそうそう、可愛いのとかね、売ってます、売ってます、うん、ぜひ皆さんも来て、みんなでサンタになって歩きましょう、うん、よろしくお願いします。はい、お願いします。というわけで安井さん、今日緊張しました？はい、緊張してますね、もう汗がほんとすごいでも始まった時よりは汗引いたんじゃない？引きましたね、ちょっと下げてくれたんですかね。あ、そう、どうしたかな翔ちゃん面白いね。そんなわけで今日は、スマイルハウスの、はい、はい、安井翔太さんに来ていただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。また来てくださいね。はい、はい、そんなわけでじゃあまた席交代です、はい、今度はねみゆみゆも出ていただいて、はい、安井さんところも交代になります。はい、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 じゃあ特別ゲストがこれから来ていただきます。はい、はい、じゃあ本日のゲストお二人よろしくお願いしますありがとうございます。はい、そんなわけでですね、今日は動画なしでもうこんな風に入れ替わってんだよみたいなの皆さん見てもらいながらねお送りしております。はい、はい、どんどんチャットもですね書いていただければ、皆さんの好きなラーメン、皆さんの好きな鮭料理、ぜひぜひお待ちしております。はいはい、どう、風呂にそっちかな、和田さん真ん中。ノー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 、和田さんこっち、和田さんこっち、もうね名前設置されてるから。はい、和田さん登場です。はい、どうぞどうぞ。はい、はい、でクロリンそっちね。はい、そんなわけで今日のゲストはですね、あ、これまたねこっちでいいんですね、グローバルカルチャーナス、はい、ね、の代表であります和田さんに来ていただきました。こんばんは。和田さん、ぜひちょっとまず自己紹介よろしくお願いします。あ、はい、まあ、うん、いつも自己紹介するときに、はい、決まってます。ここやって喋るの？あ、いいですよ。ここに向かって喋っても大丈夫。ここに向かって、はい、普通に喋って場所が通ってるかどうかわからない、はい、ね、あの花やぎみつぎという、はい、芸名を持ってまして、花やぎ流からもらった、うん、あの名前なんですけど、はい、22歳の頃から、まあ、10歳からお稽古はしてるんですけど、はい、まあ、それで花やぎみつぎという名前、うん、花やぎみつぎこと和田優子ですという自己紹介、そして、はい、グローバルカルチャーナスっていうものを立ち上げて、うん、あと2年ぐらいで20年になって、まあ、地元で、和文化を、はい、継承し継続してまあ、つなげていくっていうことを、あ、はい、まあ、もうコロナの後はもうそれに専念しようという、はい、ことで。なるほど。どこまで自己紹介か、はい、大丈夫ですよ。そんなわけで、はいはい、それこそね、和文化の、まあ、そのカルチャー文化をね、伝えていくということで、そういう活動を行っている和田さんに来ていただきました。はい、この後ね細かく聞きますから、ね、あ、はい、聞かないでいい、聞きますよ、聞きますよ、こんなゲストなんですから、ね、いやいや。そしてフロリン、フロリンはね、うん、割とね那須原では有名な人なんですよ。そう有名人なのよ。で今日はね、なんとこれ知らなかったんですよ、和田さんの教え子になるんですね。そうです ね、うん、和田さんはこれからお話しますけど、日本舞踊、そうです ね、やってらっしゃって、それの生徒さんがフロリンさんだったんで、ね、ぜひねフロリンさんにも来ていただいたということで、実はフロリンさんなんで有名かというと、もう出てますけどね、那須塩原市国際交流委員という仕事をやっていて、その中でこの日本舞踊を教わってたということでね、今日来ていただきました、フロリンさん。フロリンさん、ちょっとフロリンって僕ら呼んでるけど、うん、フルネームはね、はフロレンティーネ・ロニカ。全然ちょっと長いからもうフロリンで、いや本当に最初の日からもうフロリンとなってそうなのね。じゃあ皆さんフロリンって呼んであげてください。はい、ですからね、うん、フロリンって言ってしまうので、うん、どこででも、うん、本当のなんていうの、うん、正式な名前を言ったことがないので、あ、なるほど、ね、まあね、ごめんなさいっていつも言うんですけど、広報にもフロリンで載ってますもんね。そうですね、うん、私も職場で前電話で出たことがあって、うん、ロニカって、ね、名字で出て、うん、もうなんか1分ぐらい喋ってて、うん、あ、フロリンだねって言われて
ちょっとそれで、はいはい、ごめんなさい、はい、今これ見て、うん、代表って出てるんですが、うん、これを立ち上げるときに、うん、みんながご主人が代表じゃないと、うん、和田さんが代表だったら、うん、ダメだよって言われた、うん、なるほど、でごめんなさい、いや立てるっていうか、うん、私は何もできない口ばっかりの、あ、口っていうか、まあ、中身だけの人間なんで、主人が、まあ、いろんなこと、はい、で、まあ、主人が転勤で来たことでここに私がいるんで、そうなんですね、そう、じゃあもともとこちらの人ではないんですね、東京で、あ、東京なんだ、で、そうです、で転勤できて、アメリカに転勤になって、うん、またここに戻るっていう感じで、いたんで、はい、ちょっと代表じゃないんでコーディネーター、和文化コーディネーターっていう文化コーディネーター名前なんです。和文化コーディネーターにしてください、よろしくお願いします。和文化コーディネーターに直してください、はい、代表はいらないっていうことで、代表はいらないってことね、はい、すいません。そう、実はだからその和文化コーディネーターというのが今、まあ、今そうですね、自分で作ってやってるようなもんです、はい、うん、別に誰からか、はい、もらうわけじゃないのでね、まあ、そんなわけで、うん、はい、フロリンを、はい、持ち上げてね、持ち上げんじゃなくて、うん、取り上げてね、ちょっとバックここ見える、はい、あ、見えてる、見えてるのね、よかった、僕フロリンのね着物がね透けちゃわないかどうか心配してたんですよ、緑色だから、あ、言えばよかったと思ったんだけど、ちゃんと透けてないからよかったと、そう、これ実はねグリーンバックっていう方式でやってるので、そう、緑色がね透けるんですよ、これダメだったらもう忍びみたいな、ちょっとね、このチラシとか見ると分かるんですけど、あ、これでも緑抜けない、あ、抜けてるね、やっぱりね、これね、あ、そう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 、よかった、綺麗な着物着てるのにね、そう、でもねフロリンに注目する前に、うん、フロリンと和田さんが何をやってるか、うん、その日本舞踊といってもね、うん、日本舞踊にも流派みたいなのがあるんですか、うん、で今言った花やぎ流なんです、花やぎ、うん、それで、歌舞伎舞踊なんですね、うん、ですからちょっと、はい、一石一鳥にはなかなかできないものなんですが、うん、はい、その基礎っていうベーシックな部分は、うん、やっぱり向こうでも教えてましたけど、うん、世界共通に子どもから大人まで、うん、桜桜っていう曲一つで、はい、もうできるというそういうものなので、はい、まあ、ここで ALT の方なんかが、うん、いらしたのでね、うん、その中で一緒に、まあ、最初出会ったのどうやって出会ったかっていうと、私はとりあえずうちの、総会みたいなミーティングの時に来てちょっと、うん、お話、紹介だったんですね、うん、多分仕事のオーストラリアの紹介、オーストラリアってよりも自分がこれからここで何をするんですかっていうようなこと で、うん、であなたはもう料理を教えたり、まあ、いろんな向こうの文化を教えながら、こっちのものも逆にこっちのもね、うん、そうそう、学んでっていう、ね、学びながらだけど自分の持ってるものを教えたいと言ってたのが印象的で、うんうん、それであとは無理やり誘ったかどうかが、私は実はね、そういうのよ、うん、この頃になって私は最初の頃は着付けの、そう、浴衣の教室だと思いました、うん、あ、なるほど、うん、着物みんな着てるしみたいな、うん、まあ、うん、そうなん、でもね、とにかくちょっとやらせてみたらっていうか、うん、まあ、みんなと音に合わせてこういう動きってやったら、うん、全然彼女は違う、それは私が言ったこと、うん、例えば下からこの満開の桜を見上げてるのよって言うと、ちゃんとそれを言葉もまあ分かるからですけど、英語で言ってくれる人もいたけれども、まあ少なくともね、下から見上げるっていうことを言って、そこに桜があって綺麗だなと思って見てる、このポーズから出るんだっていう説明をすると、彼女はちゃんとそういうふうに私から見れば、うん、できてる、だから本当にやったかどうか知らないんですけど、本当にいました、ね、そこはだから、まあ、こんな場所でですけど、はいはい、本当にそういうふうにあれでした。どうなんですかね、これ桜を見上げるって言われればでもイメージは湧く、そうですね、湧くよりも、うん、ちょっと待って、僕日本舞踊がまず分かんないんだけど、その桜を見上げるというような、その動作っていうか何かあるんですか、うん、
いや別にこうやって桜を見上げるっていう、うん、桜が見えてるかっていうところなんです。それを表現する舞踊が中に入ってる、ね、うん、まあそうそう、普通に、まあ、いわゆる盆踊りは、うん、まあ、決まったものの繰り返しで楽しくみんなが、はい、うん、できるようにって輪をつないでっていうのがテーマですけど、うん、はい、私がしてるのはやっぱり小さな曲でも、うん、心、うん、相手に伝えるというのが、うん、まあ、私個人ですけどね、そういうものを分かってもらいたいで、ただやるだけじゃないっていう、なるほどね、うん、そう、動くだけじゃない、そこにその風景が、そうそう、表現、うん、そう、うん、その表現するのはなかなか難しい、難しいですね、うん、でも彼女は最初来た時からね、うん、なんか感性豊かなんだっていうのは絵を描くっていう趣味に書いてあったの、はいはい、で私はこの人は大丈夫だなと思ったのは、全てに芸術と大げさですけど書いてあったでしょ、絵がね、そう書いてあったのよ。それから今度歌も歌ってたの、はい、それでちょっと聞きに行ったら綺麗な声で、まあ歌ってて、もう歌もやるし、あれだからやっぱりそういうものが持ってる、うんうん、ということで、はい、けどそんなにね熱心じゃなかった。あ、そうなの、うん、最初熱心じゃなかったの。熱心じゃなかった、やっぱり一生懸命じゃん。だって仕事があるし、なんかこう、ね、踊りとか運動とか、うん、そういうのは全くこう経験あまりない、はい、人間ですから私できるなんて思わないじゃないですか、うん、普通にはそんなことないのに、ね、でもね、美術が音楽やるとか絵を描くとかっていう、うん、そこにイメージとか表現とかって、うん、なんか形は違っても感じるものってあるんじゃないですか。やっぱりこうなんだろう、自分の体を使って表現するのが全然違います、ね、表現の仕方がね、絵にするのか体で表すのか、なかなか難しい。しかも着物を着てっていうね、うん、ところがやっぱり舞踏とかね、うん、そういうモダンダンスやなんかのものとはちょっと違うんで、なかなかとっつきにくいし、まあ皆さんが思ってるように歌舞伎舞踊だとやっぱりお金がかかるとかね、うん、まあ、変なイメージがここに特に、うん、東京と違って、うん、その根付いててなかなかやりたいって、子供にそれをやらせたいっていう人が少ない。あ、なるほど、で私は文部省、うん、科学省ですか、うん、ちょっと喋りすぎてるから、うん、そう、うん、どこまでしょう、フロニーさんはオーストリアなんですねって言ってる、オーストリアで、ね、オーストリアです、うん、オーストリアなんでね、ウィーン出身です。ウィーン、出身はウィーンです。ウィーン、市の姉妹都市はリンツ市です、ね、那須塩原市の姉妹都市がリンツっていうね、町との姉妹都市を結んでるんですよね。そうね、大丈夫です。バラさんね、やっぱりね、おしゃべり上手だからね。そうで、クロリンのふるさとはウィーンなんだよね。でウィーンとリンツはさっき聞いたら車で1時間ぐらい、いや車じゃない、じゃないの、電車で1時間ぐらい、一番早いですよね。なるほど、まあ新幹線みたいなもの、うん、あ、車だと3時間ぐらいだったかな、そうですね、うん、あ、じゃあちょっと遠いのは遠いんだ、うんうん、車で移動するにはね、でも電車乗ればね、日本で行っちゃうってことですもんね、あ、ちょっと聞きたいのはリンツはね、那須塩原市の広報とかいろいろ取り上げるときあるんだけど、ウィーンってどういう街なんですか。ウィーンは、うん、そう、そっか、ほら、那須塩原宣伝するの上手でしょ、フロリン、もう、あ、ね、今度自分のふるさと宣伝してみましょう。いや、オーストリアは今、うん、そうですね、なんかこう昔ながらの街並みが綺麗かな、あ、なんかそういうのが、こう私国に那須塩原市に来た時に、うん、一番なんか最初の印象はすごくなんか、なんだろう、建物が少ないし、うん、空が広い、うん、なるほどね、この、うん、比べてみると、うん、こう高い建物がないしね、そうそう、うん、そして道は意外と広いですね、うん、広い、うん、そこはなんかやっぱりウィーン の昔ながらの街並み細いんですね、うん、ウィーンって狭いんだ、狭いんですね、石畳だったりとかそういう場所もあったりして、うん、ね、うん、でもウィーンってなんかよく聞くから都会のイメージあるんですけど、都会、都会、都会は都会ですけれども、ね、なんだろう、その町の中心は昔ながらですね、うん、やっぱりそのユネスコのあれになっているので、うん、逆にこう
勝手に新しいものを作るのは難しいんですね、うん、あ、なるほどね。 そうそう、それを残さないといけないっていうね、だからこれもここに来て一つのちょっとなんか感動したところかな、うん、ですぐに新しいものどんどんこう新しい建物をどんどんこう建ってって、ミルルとかね、そうそう、ミルル、すごいですもんね。クレセキ主演もすごいですね、本当変わりましたね、クレセキね、ね、でも行ってみたいですよね、ウィーンとかね、それこそヨーロッパって本当旅してみたくて、うん、あ、だからリンツに行くためにはウィーンに通らないとダメなの、うん、あ、そうなんだ、うん、でまあダメってことないけど、うん、やっぱ飛行機が、うん、あのウィーンに来て、うん、あのまあ、だからそこから1時間ちょっとだし、これリンツはナッシオバラシと姉妹都市ですけど、うん、リンツっていう街はどうなんですか、ウィーンと比べたら。ちょっと田舎っぽいの、うん、いや、そうでもないですね。やっぱりあの大きさは違うと思いますが、うん、その町の中心、あのリンツ市も昔ながらの町の中心はあります。大きさは違いますが、でリンツ市はオーストリアの、まあ、オーストリア人から見るとこう、うん、あったら、なんだろう、この例えばメディアアートとか、うん、新しいテクノロジーなどに力を入れている町です、うん、だからそういうなんか全然違う魅力もあります、うん、フロリンはこの日本で学んだ文化を、まあね、ふるさとはウィーンだけど、リンツっていう町がナッシュバラシと、ね、姉妹都市でもあるでしょ、でそしたらオーストリアにこの日本の文化を持ってこうっていうこともこの国際交流委員っていう中で、あのやってるわけですか。そうですね、まあ、今は主にやっぱりこっち、うん、那須塩原市にウィーン、まあ、ウィーンとかね、向こうのでも、うんうん、そういうのあると、それはでもね、取り入れて今度やり取りをしたりして、うん、そうですね、あれまでも確かにチャンスがある時には、ね、そうそう、だからそれこそ今やってるこの和田さんから教わってる日本舞踊を向こうへ持ってくっていうことをやろうとしてるんでしょ。そんなことないの、うん、そういうチャンスがあればあ、どうなんですか、やらなきゃね、はい、流派にほらなんかこう階級みたいなのってあるんですか。いや、名前と、まあもう今あんまり、うん、そんなないんだ、あるけど、うん、ない、ないないんだ、関係ないし、じゃあ名前もらってさ、うん、いや難しい、名前そういかないの、そうだったらあと、でもね、名前がなきゃできないっていう風な、うん、ものではない、ない、ないんだ、うん、そうじゃなきゃおかしいでしょ、広がらない、まあね、うん、でもあげたらいいんじゃないですか。ああ、そういうわけで私があげるっていう、まあ、まあそれは名前の話は置いといて、うん、置いといて、まあとりあえずあのとにかく、うん、まあ架け橋でもないけど、うん、せっかく6年、まあ、今足掛け7年、うん、6年もここにいて、まあ東京ではないですけど、うん、でもやっぱり日本人とし、うん、たくさんの人と出会ってね、そうだね、うん、だからそういうものをまた向こうで、うん、紹介したり、まあ、その中に踊りも入れてもらって、うん、なんか中心に輪になってもらって、日本舞踊だけじゃなくてね、まあ、だけでいいけどそれはね、本当はそうそうそう、ね、まあの、うん、舞踊から広がっていくという、うん、すごくいいなっていうのが、うん、もうそれは最高に、もうだってこの着物着て帰るだけで、そう、彼女はすごいわよ、ね、自分で来てるんですもんね。そうですけど、まあ、自分で、すごいと思う。自分で好き、どうしましょうっていうか、まあ、好きなものを着てきたらって、私も普段普通のあれで行くからっていう話を。クロリンは着物何枚か持ってるの？持ってるのよね。2日。自分で買うの。あ、そうなんだ。うん、そうです、ね、そう、でも、ね、好きな柄とかあるんですか？でもありますね。うん、あ、でも色を。色が好き、なんかこの色かな、あ、ね、よかった、透けなくて、ね、あ、何これね、あ、この写真ね、そうそう、これはなんか中学生、那須町で中学生向けにあの那須の夜市っていうものをやった時にオープニングで、年齢は分かりませんけど、いろいろですけれど、フロリンは右端、一番右、こっち、うん、こぼっ、こっちがね、そう、自分の着物で、え、これもフロリン自分の着物なの？そう、そうです、すごい、それはあのとってもラッキーなことで、うん、あの私 の, あの、ね、友達にその生地をいただきました、うん、生地をいただいて、またあの違うナスの方に、あの作って塗っていただきました、だから本当に私のサイズで、ね、そうそうそう、なかなかあの、うん、手に、うん、入らないと思うので、自分のサイズっていうのはもう最高ですよね。そうですよね、体に合わせてね、うん、オーダーできるっていうのはね、もう普段はやっぱりちょっとはね、ここ手が長いから、ちょっと短く、着物ってどうなんですか、反物から作ったら高いんじゃないの？
うん、高いでしょう ね, ねやっぱりね、うん、自分に合わせてつくんですもんね、うん、つまんない話になっちゃう。いや僕はそういうのが、ね、あの我々ね実は着物文化に毎年触れてるんですよ。あ、そうなんですか。そう、元旦になるとあの年明けね、あの着るんですか。そう、あのあたりが、ね、すごく素敵に着こなすんですよ。で何してるの？ここら辺が、まあ、別に普通にお正月、あ、着こなし、あ、なるほど、素晴らしい。でもね、普段着に着物って着てほしいですよね。梨尾晴らしなんかね、みんな着て歩いてたらかっこいいよね。まあ、だから、うん、くるるから、うん、あの街歩きの方にね、はい、あそこで着替えて、うんうん、着付けして、うん、それであの街歩きに着物を着ましょうっていうのをやったらどうですかって言ってるんですけど、うん、まあなかなかね、なかなかね、うん、難しいけど、うん、歩く場所があんまりないからね、うん、歩く場所ですね。なんか距離があるとね、かなり大変ですね、うん、着物の。そうね、うん、すごい。でもあのリスナーの方がね、和田さんの喋り方は癒されますよって。ちょっとありがとうございます、ね、なんかね、なんていうの、こう、もう、ね、やだ、そういうことなんみたいに、せかせか喋らないあたりがね。喋ってるっけ、おしゃべりって言われたから、まあ今度内容があるのよ、うん、もうだって年齢がいってるから、うん、そのいろんなことに触れて、うん、あのまあ、東京も海外も、うん、ウィーンもね、うん、あのリンツはもう何回も行ってるし、そうなんだ。そう、この那須の与一っていうものを制作した、うん、これが最後の私の希望で、うん、地元の、うん、みんなが知ってる那須の与一っていうものを、うん、平家物語、ただの那須の与一じゃ海外では通用しない、うん、だけど平家物語の那須の与一っていうと、うん、平家物語っていうのはもう世界中で軍記物、そうです、大学で、うん、源氏物語と平家物語っていうのはもう大体大丈夫。源氏物語はあれですもんね、うん、ちょっとね、ちょっとね、でも大人向けですけど舞踊化するにはなかなか題材としてはすごくいいもん ね、はい、ね。でも、まあ、とりあえずこれを作って、はい、まあ、ここ那須塩原市で荘園、うん、バックアップしていただいて、うん、共同の町づくりかな、なんか、うん、でプレゼンをしてちょっとお金を、うん、あのバックしていただいて、はい、作って制作して、はい、リンツ市で30人近い人を連れてって公演をしました、うん、それでまた帰ってきて、この最後はすごく直近は中学生、はい、那須町の中学生400人に、うん、あの見せました。あ、すごい。で最後ね、あの死ぬんですよ、平家が全部滅亡して、はい、ドブーンとみんな、あのそしたらね、初めての拍手が起きないの。あ、なるほどね。それで真っ暗、うん、ずっとなったら、だからすごくね、あの400人生徒は誰一人こう、うん、なんてこうわーっと終わるものじゃないっていうことが分かったっていう、うん、なるほどね、それがねすごいなと思ってね。やっぱり感性っていうのは自然とその、まあ、都会ではねなかなか美術館に行ってみるぐらいなもので、うん、やっぱりあの感性を養うっていうのはやっぱこういう自然の中でなんだろうなっていうのをすごく実感しました、うん、なるほどね、うん、なんかねハッピーエンドちゃんちゃんじゃないってことですね、うん、そう、それが分かっただけでもいいんじゃ、うん、私はあれどうして、ま、拍手が起きないんだろうって一瞬ね、あの思ったんですけど、もうみんな後で感動したって言ってくださって、歴史から学ぶことって結構あるじゃないですか、うん、でそうすると今の子たちにとってはちょっと刺激なのかもしれないですよね。そのね、あのヒーローが必ず残ったりとか、ね、悪に勝つって当たり前みたいになってるけれども、うん、実はそうじゃない歴史がね、うん、あのちゃんとそういう物語として描かれてるんだと思ったら、うんうん、えって思うんでしょうねきっとね、うん、まあ、そこが刺激だったかもしれないですね。その後が中学校行って聞きたいなと思ったんですけど、うん、はい、まあ、そんなチャンスもなく、うん、ただその時のオープニングで、うんうん、ただもうこのちゃんちゃんバラバラだけじゃ、うん、あのやっぱり美しさがないって、うん、このみんなにね、はい、踊って最初のオープニングがまた刺激、うん、それの対比がとても良かったっていうあれがあったんで、うん、まあ、ぜひこの林さんとこの前はばったり会って、うん、耳ね、うん、ぜひフロリンは本当一人で東京で、うん、いや私も感動しちゃったの、たった3分ぐらいのものですが、うん、祇園子歌っていう踊りを、うんうん、この一人で
ステージで踊ったの？そうなんですよ。その DVD が明日か明後日届くんだけど、うん、いやそれを教えながらも、もういろんな歌舞伎の先生なんかが見てくださって、うん、あそこはこうした方がいいとかいろいろ言ってくださったりして、うん、出来上がったものがもう本当に素晴らしくて、私はだからすごいもうくたびれたくたびれたくたびれたわ。あんなに一生の間でくたびれたことってないというくらい、もうこの新幹線に乗るまで大丈夫ですか、うん、大丈夫ですかって言われながら、うん、もう本当にフロリンがいるからだーっと寝て帰ってきましたけど、本当にねもっともっと やったら伸びるし、もっと覚えられるし、もっとと思うんですが、仕事をしてるから、うん そうだよね、その合間にやるっていうのは大変よね。すごいんだ本当、ね、お掃除もそこそこにって、ね、それで今は講座で初めての人に教えてるのを助手でやってもらって、うん、どうやって教えるか、どうやったら人をうまくできるかなっていうのも考えてもらいながら、うん、っていうのをやっとけば、はい、向こうで教えるのができる。そう、最後はそこになるほどそう行くんで、うん、もう私はこれにはもう本当にフロリン様様なんだけど、うん、実は本当によく知らないところもあって、うん、今日は本当にいい機会で、うん、はっきり言ってくれたでしょ、うん、どうなの何ここで向こうでやりますって。いやでもそう、それもそうですね、うん、はい、ちょっとね、うん、皆さん承認になっていただいて、うん、僕らの期待は ね、やっぱりその文化交流っていうところでは、うん、向こうの文化も知りたいし、逆に言うとこっちの文化をね向こうに伝えることもねやってもらえたらなっていう、もうでも代表的にこの着物を着るっていうのはなかなか向こうでは見ないことでしょうからね。そうそうそう、着付けができるって、着付けできる人を探すの大変なんだから。でもね、まだまだですから、ね、あらまた始まった、すぐまだまだって、なんか日本の変な日本語がね、まだまだ、ね、まだまだです。その日本人の休暇したらいらないそれいらないっていう、それいらないわ、それいらないわ、いらない本当、うん、でも日本よりも日本人っぽい、ね、そうなんですよ、ね、そう本当に本当だからね、みんな、うん、みんな私の関係の人はみんなそういう、でもやっぱりまだまだですでも言うのよ。でもなんか、ね、賢者だけではないです。やっぱりもうこうで、ね、うん、紹介するならば、そう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 、しっかりしたことを紹介しないと、うん、でもいいのよ、ね、今までやってきたことをすれば何も別にそんな難しいことじゃない。そうそう、文化の交流ってそこに根付かせるんじゃなくて、そこの地に興味を持たせることなんです。そうそう、だからいい、ね、いい、そういうことですよね。そうだからね、それこそとたこ焼き食べて、あ、本場のたこ焼きを食べたい、大阪行こうって思うのと一緒なんですよ。そう、うん、それが国際交流員の仕事ですよ。そうですだからまあ将来 ね、ここからも行きたい人もいるんで行きますけど、向こうからも行きたい人を連れてきてもらったり、なんかそういうような仕事にもねなればすごくいいなっていう。え、フロリンは何、なんかもうすぐ帰ったりとかなんかあるの？でもあと半年ちょっとありますね。そうなのね、半年後にウィーンに帰る。そうね、フロリンと中継団子がここで、ね、いいじゃない、ね、ね、はい、まだまだですで、はい、でフロリーにこのつなぎ方も教えてね、はい、それは大丈夫よ ね、 大丈夫ね、今の人、うん、今の人はね、そう、まあ嬉しい、何よりの今日は本当にお誘いでありがとうございました、ね、忙しいとか、はい、林さんには感謝、本当また偶然会ったから ね、 うん、偶然、そう、偶然会うって、偶然と恐ろしい、コミカでたまたま会ったの、そうそう、うん、お稽古の前に車から出た、うん、そうそう、会ったり、あらそう、え、もともと知り合いだったんですか、みゆみゆと。あ、それはね、みゆみゆもじゃあ日本舞踊が、私落ち着けないからその半年内でもちょっと仲間を増やしたいんで、そうだよね、そうだよね、だからぜひ皆さんもだから日本舞踊に興味持った方はどうなんですか、これグローバルカルチャーナス
あ、そうそう、ね、それはまあそれはいいとして、うん、あまりねそういう必要ない、必要ない、あのみんな所作をやるって言うけれど、じゃ、あの男の人のね所作とか、うんうん、あのほら黒田節とかあるじゃないですか、あんなのも教えられますよ。黒田節って何ですか。黒田節、あ、知らない、知らない、酒は飲め、でも民謡ですもんね、あっちの方、そういうの歌えたらかっこいい、歌う、じゃなくて長歌とかやるんですよ彼は。長歌なら長歌でやる。いや別に黒田節じゃなくて、それ民謡だから何でも、うん、まあとりあえず、お着物が着れて所作ができる男性がいるっていうのを今日は本当に初めて知りました。そうなんです、毎年この企画でやってるんですよ。うん、じゃあぜひ今度は、あの今まだガラケーなのでこういうのが見れるように YouTube 勉強して、そうですね、ぜひねやらせていただきたいと思います。はいはい、また和田さん呼びましょう。ちょっとで今日はねフロリンのねそのね、そう文化交流のこともね本当いろいろ聞けたんで、もう一度フロリンをちゃんとフロリンだけやって、ね、フロリンだけ呼ぼうか、そうそう、私はもうちょっと余計な話、フロリンに今度さ日本舞踊を教わろうか我々が、うん、それがいいじゃない、ね、練習に、ね、練習でそう、ね、そう、ここでお辞儀の仕方とかね、うん、あのダミーを歌われんのはな。いやでもぜひ逆に半年間の間に我々に教えるとかそういう練習しても面白いんじゃない。あ、そうです ね、 ね、うん、ね、僕ら知らないもんね、うんうん、じゃあ先生の、うん、先生は先生を指導する側で横にいてもらって、ね、もう今日はだから本当はこっちにいなきゃいけないのに、うん、すみませんでした。いやいやいや、いや、いや本当よ、確かもう今日帰れないわ家に。フローリンをこうすればいいっていう話に主人としてたんですよ、うんうん、はい、僕フローリンじゃ僕の別の番組にも呼ぼう。ぜひぜひぜひ ね、これからはもうそうやって、ね、あのまだまだですっていうのがなくなるように、うん、自分からどんどん発信できるように、そうだね、本当は慣れるのにしないのよね、はっきり言って、そうなん、奥ゆかしさがあるんだよね、なぜかね、日本人みたいな、そんな困っちゃうのよね。本当ぜひお願いいたします、はい、またよろしくお願いします。まだあと半年しかいませんので、どうぞ。そうなんだね、うん、半年しかいないんで、ね、あとは向こうからということで、え、成果を交代でなんかどなたか来るとかそういうわけじゃない。そうですね、次の方は多分あのそういう風になってるんだ、姉妹都市同士でみたいな。あれは一応あのジェットプログラムという国の、うん、日本の国の、うんうん、あのなんだろう、そういう、まあ、取り組みで、うん、あの国際交流を呼ぶことはできますね。私も最初そうでしたが、今年はそれから一応離れて、あ、うん、そうなのね、でも同じ内容の仕事をしているので、ね、この番組はさ、オーストラリアで見られるのかな。見られるよ、オーストリアでも見られますよ、世界中で見れます。すごいじゃんな。そうでも親に送ってもた日本語だからね。そうだね、踊ってみせたら、オーストリアって何語なんですか。ドイツ語。ドイツ語、イヒリベディヒリ。そうですね、愛してるって言っちゃったけど、ね、それはみんなね、アイラブユーって言っちゃったんだね、うん、今ね、そうそうそう、そうなんだ、なんかちょっとそういう言葉も知りたいですよね、うんうん、でもほら タイ語もあるし、ここはすごいじゃないですか、インターナショナル、ね、じゃあぜひね、フロリンはまだ行く前にここでまた呼びますよ。あ、じゃあ、ね、よろしく、また話しましょう。そう、ね、どうもすみません。あ、今講座をやってるのはクルルで講座 で、まあ、でお稽古は体験で行ってもいいですし、取材しに。あ、本当だよ、それだった、広いとこじゃないと、厚崎公民館、じゃあ厚崎の方ですね、うん、1月6日に出演決まってるの、あのお正月特番やりゃみんなで枠、はい、で狭くない、あそこでやっぱ場所をこれが考えるんだ、うん、考えましょう、うん、だからで去年生歌ながらも良かったから、うん、それでなんだっけ、石山まで来てやってたの、全員な東京のお偉方が、ああそうですね、有名な方、歌で影響もあったから、はい、次何かするで茶道にするか踊りにするか、日本語やろう、両方やってもいいんですか、ね、両方ね、両方だっていいですよ、ね、行けるんだったらフォレストさんでもいいのかもしれない、あ、フォレもしくは登れんだね、冬ね、厳しいかもしれないけどね、日本舞踊っていいね、やってみたいね、着物着てさ、うん、厳しいわよ。じゃあぜひちょっとね、新年の
ちょっと企画で考えていきましょう。はい、じゃあフローリンまた来てもらうからね。はい、ね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そんなわけで今日は、グローバルカルチャーナスっていうの私はいいのよってずっと言ってましたけど、和田さんとそして那須塩原市国際交流委員のフローリンに来ていただきました。本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、そんなわけでね、はい、ダンケシェン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 、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ね、この番組は毎週金曜日20時から、あ違う20時いいんだね、20時から、このチャンネルで毎回放送してます。ここに登録チャンネルのマークあるので、まだ登録してない方はお願いします。あれ誰かな、書いてる、ビッグボスもお会いしたいですということで、ビッグボスお会いしたいということですね。ね、その前になかった、みゆみゆ落ち着きないは私もだ、あ私もね、みんななんかここに関わってる人みんな落ち着きないよね。はい、そんなわけで来週のゲストはまだ決まってないんですね。はい、来週はレクが、レクとビッグボスね、ビッグボスももうあれだね、レギュラーになったんですね。はい、そんなわけで来週はレクとビッグボスが誰かすごいゲスト呼んでくれると思いますので、ぜひねまた来てもらいますからね、皆さんよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。今日本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあまた来週見てください。バイバーイ。